私の恋人かな。ということで念願のあー落としちゃった、すいませんね、リカ様のサインいただきました。本当にありがとうございますね。名前入りで、しかも今回は、放送中に名前も呼んでいただきました。こうやっぱりこう本当ご本人から実際に名前を呼ばれる、こんな幸せもないですよ。尊いね、リカ様のリボン付きでですね、ね、このね、サインが本当可愛いんです。本当にありがとうございます。ごきげんよう。では参りましょう。開封の儀、なんか塩の儀製薬みたいな感じですけれども、まずは激辛ラブのですね、初回、こちら通常版 A ですね、雨の森川海の、新曲も入っているものでございます。さあメンバーは誰が出てくるんでしょう。チュルン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 、ジョン、あ、ミーミーということでですね、まあミーミーほんと可愛いんですよね。ハリネズミ好きで、今回この唐辛子ね、激辛ラブ、曲もね、本当に面白い。まあもともと流行っていたサウンド、ヨーロピアンのやつですかね。で、それで、それぞれに配役もきちんとあって、そしてですね、本当に面白い、リズムと、まあ、そのミュージックビデオになっておりますので、ぜひね、耳、この間の高瀬くるみちゃんとの、インターネットサイン会本当可愛かったですので、皆さん注目でございます。続きまして、ナウナウ人間ですね。こちらは確かシーズニングズでしたね、の新曲も入っているですけども、さあメンバー、私と踊りなさい、誰が来るかな。じゃんらんらんらん、いいな、青がやっぱ私好きですね。じゃん、お、桃姫じゃないか、今日の桃姫ちゃんですね。まあちょっとくしくも今日収録している2021年3月3日、まあ公式からアナウンスありましたけども、まあちょっと年明けからこの座骨神経痛を、があったということで、まあしばらくの、今日検査かなんか行って、しばらくの間はこのダンスは控えて、歌唱のみのパフォーマンスということで、この子は本当にね、スキルメンバーなんですよ。ボイスパーカッションとか、ヒューマンビートボックスとかもすごいんですね。で、今回のその、激辛ラブの最初オープニングもですね、ヒューマンビートボックスでかっこよく決めてますけれども、昨年の秋の熊本でのハロコン、ね、これがね、もうすごかった。彼女やっぱ歌います。エイトさんの香水とか、アンディラーキさんの手紙ですね。でも手拍子が起こって本当盛り上がる、正直度肝抜かれた、こうすごい好きでメンバーですので、またいつかですね、このダンスのパフォーマンスもできる日を楽しみにしております。それでは最後にですね、こんなはずじゃなかったということで、ね、これを開封をいたします。こちらは、地下鉄のですね、新曲、2年前の横浜駅西口でございます。さあ、一丁釜道式あるのかな。さあ、一番、実は今回3曲の中で一番好きなのがこちらのこんなはずじゃなかったですね。それでは開封の儀参ります。サガントスカラーやな、ピンピンピン許可しまんたらって、まあ、どうでもいいんですけど、ちゃんちゃんちゃん、ほのぴ出ました。ピアノポーズですね、こんなはずじゃなかった、憧れ編のね、アイドル像でやってみたら実は演劇性な面白いグループだったということですけどもね。さあ、ほのぴーはね、まあもともと一押しで、今二押しですけど、また一押しに戻ろうかなとしておりますけれども、彼女はとにかくピアノがまずできるところが、まあこれ他にはない特技でして、でさらにいろいろ調べるとイラストもうまい、剣道ができるですね、料理もできる、もうね、この彩色兼備ね、サイエンとはまさに彼女のことかということで、ちょっとね、クールなところとか、のほほんとしたところもありますけども、ね、この可愛さにも磨きがかかって、先日の福岡公演ね、久々に見ましたけど、スターダストレビューさんの今夜だけきっとやっぱ歌うは、儚い歌声で絶対ね、音源化してほしいと、ずっと本人のブログで私、書いております。